ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さぬかさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。で、あの最後に言ってましたけれど、本当に行くんですか？3日後出発なんで。世界一周。世界一周に3日後出発で普通に放送にで、ありがとうございました。最後の帰省なんで。いや、最後の帰省って、でも荷物、荷造り大変でしょ？ダンボールに荷物を詰めまくって、夏物か冬物を全部入れて。最初に行くのどこなんですか？最初台湾です。台湾、あ、台湾まだいいですね。それからマレーシアで。マレーシア、うん、暑いですね。暑いね、ま、でシンガポールに、あーはーはー、東南アジア回って、うん、でヨーロッパに行って、うん、で中米のパナマとか、パナマ運河とかも通る。パナマ運河とかも行って、あ、キューバも行く。キューバも行きます。あ、そう。で、でハワイに行って日本に帰ってきます。で11月に帰ってくる。11月に。なんかあの一回りも二回りも大きくなって帰ってきそうな気がしますけども、ちょっと頑張ろうと思います。何を一番こう目的にしてますか、うん、自分の中では。こうそのいろんな大きな目的は別として、個人的にはなんかいろんな国の、うん、なんか考え方を知りたいんですよね。あ、僕も日本人なんで日本はホームっていうのが多いんですけど、うんうんうん、やっぱその中米なんて全く想像もつかないんで、あの人たちは何を考えてるのか何を考えてるのか、まあ、向こうも日本人何考えてるのか分からんと思ってるかも分からないです。そこの交流とか楽しみたいなと。私は寒川さんが何を考えて小中学生過ごしていたのかは知りたいです。なんでこんな立派な考え方になるんだろう。少ない。え、だってすごい。まだ19でしょ。19歳です。もうすぐ20歳でしょ。11月に船の上20歳です。え、そうなんだ。小学校の頃よく読んでた本って何ですか。ずっこけ3人組なんか。私も読んでたんですけど。面白いですよ、ね、面白いんですけど。ちょっと待って、大学同じなんでしょ。はい。どこで何が分かれたんやろ。世の中っていうの面白いもんですね。いやいや、ずっこけ3人組なんか僕通ってないよ。あ、よかった。じゃあまだこっち側、ね、私面白いです、ね、結局そこかい。ちょっと待って、そこかい結局。いやいや、気をつけて。気をつけて行ってみてください。ありがとうございます。でまた帰ってきたら話聞かせてください。頑張ってきます。結局それかい。